ございます、えー、今日の話は読めば心が熱くなる中国古典百話という山口陽次さんの本の中から小さな約束をおろそかにしないという話です楽しきと言えでも兄ひとたび木に返せざるべけんや、えー、義の文庫は両場を守る役人と一緒に、えー、狩猟に行くことを約束していましたところがその日 朝から客人があって楽しい酒となったその上外を見ると雨がかなり降っている文庫は立ち上がり出かける支度をと言った直近がどちらへと聞く「今日これから狩猟に行く約束をしている酒も入って雨も降っている量はできまいがそのことを彼に伝えに行かなければならない楽しい宴会だからといっても一度約束したことを守らないでいられようか」。 義という国が力をつけ大国になったのは文公のこうした考えと行動によるものと伝えられている「役」という字の意図は人とのつながりを表すまた「釈は明らかにするという意味であるすなわち「役」とは人との関係を明らかにするということどういう場合にも約束は守らなければいけない即はつなぐという意味である。 どんな小さな約束であってもそれを守るか破るかでその人の誠実性や人間性そして信用が決まってきます逆に小さな約束であればあるほど相手はそれを見ています一つは時間です決めた時間にたとえ一分でも遅れそうなら必ず電話をする等の配慮をする人は相手を大事にしているということです相手に敬意を払っているかどうかでそれはわかりますこれはレストランや居酒屋に予約したような時も同じです 少しぐらいならいいだろうと連絡をしない人がいますがお店の人は本当に来るのかとやきも消しているものです少しの遅れでも連絡をするかどうかでその人の誠実さが問われますもう一つは身内や家族との約束酔っ払ったりしているとつい気が大きくなって「よし今月旅行に行こう」などと言ってしまうことがありますしかしつい仕事が忙しくて後回しになってしまう。 口約束こそ守らなければいけないということです。伝説の人たらしと言われた。田中角、栄元、首相の秘書、林隆三さんがこんな言葉があります。人間は脇が甘くて懐が深くて面倒見が良くて約束を守り、金の出しっぷりのいいやつのところに人が集まる。たとえ、小さな口約束だとしても、約束を疎かにしない人には限りない魅力があります。じゃあ今日。これで終わります